どうも、シンゴキッチンです。このチャンネルでは、香港在住日本人料理人、私、シンゴが皆様と一緒に楽しく簡単に日本の家庭料理を作っていきたいと思います。さて、今日なんですけども、フロントランナー劇場特別予告編です。フロントランナー劇場とはどういうことかと言いますと、社会で活躍している人、その道のプロ、そういう人がですね、学生向けに、社会で働くとはこういうことだ、その人のですね、専門分野の仕事とはこういうことだっていうことを学生さんに説明して、少しでも進路指導の役に立ててもらおうというプログラムです。今回2回目やらせていただくことになりました。ありがとうございます。今回はポテトサラダ作っている動画のダイジェスト版になります。少しでもね、興味を持っていただければ幸いです。それではご覧ください。どうぞ。さて、それでは今日の材料です。じゃがいもの芽の部分、この黒い部分ですね、包丁の下側ですね、この顎の部分で取り外していきます。食材すべて切り終わりました。熱いうちにしっかり下味をつけて潰すと、その分ですねベースの味がしっかりするんで、後でマヨネーズ入れた時にすぐコクが出て美味しくなります。ポテトサラダ完成しました。ああ美味しい。いかがだったでしょうか。それではフロントランナー劇場でお会いしましょう。バイバイ。